ないんじゃない？いやいや、ですね、ここは絶対ここで小売りするだけじゃなくて、今度はこういうのの、いわゆる業者の取引の交換会に行くんですよ。そしたら今度はまた、要するに全国同化したら、今度はもう海外に行きます。いや、面白い、面白いね。なので、インドの人とか、東南アジアの人とかで、ほら、金が好きとかいう人だと、そう、面白いと思いますよ。ねえ、で私見たら反対とかなる。どうやってするとみたいな。何回も言いながら、すごいね。いや面白いと思います。指輪やね。指輪やピンキーやね。いやピンキーでしたね。うん、ピンキーでしたね。小指しかはめれねえっていうね。まあものすごく細い人はまた別でしょうけど。こんな細い人おる？いや、いらっしゃるんですよ。いや、もう私も今入れたら最後ちょっときついぐらいでした。でもピンキーですね。で多分そのチェーンをこうこっちに垂らしてするんでしょうね。いや当時はかなり目を引いたと思いますよ。いつつけとったんやろね。水商売しとったけはその時はじゃない。あでも 手元とかね、やっぱちょっともうね、ママだったらね。あそうでしょうね、やっぱちょっと華やかですもんね。へえ、すてき。今日私も楽しませていただきました。ピップも見れたし、ね、ピップ本物のピップ。いやだけやっぱあれだったんですよ、やっぱか、ね、から体をやっぱちゃんと、ね、整えるのに、気を使ってたんやろね。あ、じゃあお二人にとっておばさまだったんですね。義理の。じゃあ、ね、おじさんの奥さん、あなのでもう処分してきてくれっていうふうにおじさんから頼まれた。もう僕はいらないから片身で持ってもらうなり、どうしてもいいよって。なるほどなるほど。アメシストは紫水晶で、そのあんまり実は価値がないんですけど、紫色ってやっぱり日本人も好きなので、かなり皆さんやっぱり、おばあちゃん結構つけとる ね、紫色ってやっぱりこう皆さんやっぱりこう好きな、なので、私も好きだ。アメシスト私も好き、アメシスト、こっちより好き、好きな方多いんですよ。色綺麗なと思うけど合わせようが難しい、ね。あ、そうですそうです。そして結構ほらもう指が黒く見えますもんね。だからそのね、合わせやすいですよね。でまああとはほら自分の誕生石かどうかとかね、そういうので多分。ないんだ、私はトルコ人なんだよ。そう。ってことは12月ですか。あ、じゃあトルコじゃない、オパール。11月。オパールは10月。10月か。私パール6月、パールはね、いいですよね。その必ず使いやすいですもんね。でも大人っぽいですよね、オパールはね。いっぱい5がつくだけでね、上品になった。上品やね、パールより上品やね、パール。ただ5がつく。そういうそれこそあれですよ、年齢がいってくるとなんかまた好きになってくるかもしれませんよ。でも宝石あんまりない。海外の方の方が好きです。でこれはですね、なんかだ、金がねこう入ってこないといけないんですよ。石そのものの価値で言うときは、顔料としてはその高級品なので、ルノワールとかなんかも、みんな有名になったらピカソとかもそうですけど、青の時代ってほら青ばっかりで結構使う
作品多いと思うんですけど、あのこれを粉にして、要するにする顔料がラピスラズリって一番高いの、うん、ラピスラズリ、ね、はい、ただこう金が入ってこないといけないんですよね。そして、ピアス。もう一つあるけど、なんか。1,2,3,4,5,6,7で、まあ、これが別のものですね、すみません。そしてピアス、可愛くないみたいな特徴よく映らないで、いやいや、自分しかわからない他の人が見たら、もうだから今はいいんですよね、そうやって写真撮ればいいからですね、うん、昔はだから台帳とかもわからない時は絵を描くんですよ、こう出して でも自分しかわからない、でしかも自分も時間が経ったらわからない何やったっけこれ何これくるくる渦巻いてるけど何やろう、ネックレスとか指輪とかもいろいろあるけど、これもピアスだった。そうですね、それはちょっともうそれもう 山でみたいなちょっと計算になりますけど、山ですね。いやでもこれがよ、この辺がこれで4万円とかだと本当に金高いですよね今。うん、十分処分されるには悪くないと思います。あの私が悩ませるようなこと言ってしまったからでしたけど、もうこれはもうその1その2なので、これに書いていただいたらいいので、ここにですね、あのこれ平成の私やったら熊本になるけどいいんですか。あ、じゃあ地元の方がいいですね。はい、ご住所、ご職業、お名前、これ加瀬山町からでいいんですか。はい、加瀬山、あ、いや、加瀬町からでいいですよ。あ、お待ちでしょ、どうぞどうぞ。はい、今日はどうされますか。あ、そうですか。じゃあちょっとまだお時間があるので、すいません、ちょっと中に入ってもらえない。あ、もうちょっとかかります。あ、すいません、はい、で主婦レディーレディー主主で女よね、うん、でカタカナ用、うん、そうそう、取り外し可能なんで。そうなんです。そしてこれも書くんですか。あ、いや、いいです、大丈夫です。もう 1枚でもうあとはもうあのあれなんです。あ、これ生年月日ね。あ、そうですね、はい、私のね、はい、はい、はい、で申し込みになりますので、はい、こちらの方に郵便番号からお願いします。そして、
高架から加瀬から、あ、加瀬町からでいいですよ、はい。で、免許証か保険証か何か身分証明になるものをお持ちですか、はい、はい、お願いします。ということで、全部で14点になります。はい。で、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 と14点ということですね、はい。で、これが預かりになりますので、ちょっと先に免許証を取ります。あとこちらどうされますか、箱類とかは。いいですか、はい。ピップはつけてみる、あ、ピップね、ピップ、塩でちょっと除霊して浄化させて、浄化させて、それとですね、これもね、もしよければね、いいね、うん、はい。なのでちょっとこれあくまでもちょっと金賞調べということで、はい、これが預かり証になります、はい。そしてそうですね、はい、ですね、今日ちょっと預けなくって、はあ、お盆に入りますね、19の週、まあ、全然いいですよ、急がないので、はい、どんなに遅くても19の週です、はい、なので23日までには分かります、はいはい、いつもだったらもっと早く分かるんですけど、ちょうどお盆休みに入るから、僕は出来上が査定できましたっていう連絡をいただけるのか、あ、査定、私は行った方がいいの、あ、査定できましたというか、これが何金っていうのが分かりましたっていうのになると、おのずといくらですっていう話がお電話でもできると思います、はい。でちょうどその頃とかに落ち着いてて、その仮査定の分とかもちょうど多分時は上がってると思いますとか、そういう話もできるかもしれないので、ちょうどそれぐらい間を空けた方がいいような気がしますね。であと左手の人差し指でですね、はい、軽くで結構ですので、ここにペタッとしていただいて、ここの横に、はい、すいません、ありがとうございます。これちょっと業者さんじゃありませんっていう、ちょっと一応インボイスの関係で、ああ、もう悪いことできん、いえ、それ違う私独身の頃にさ、勤めよったね、会社にね、事務所嵐が入ってね、あで、私、会計やったけんさ、金庫やな、うんうん、だけん10本全部取られたもん、うんうん、警察に、だけどさ、なんか悪いことしてないのにさ、もう悪いことできんやって言って聞いたら、いやって犯人は見つかった、見つかってな、見つからなかった、気持ち合わせされて、でも金庫にお金入れてなかったっけ、ね、
なのでそういうことがあった時はもうあの全部ですよね。全部、ね、全部そんなどっかの。本当もういっぱいいっぱいめんどくさいけど。いや本当よ。いやなので要は その人の分は関係ないからっていうのでね、うん、外すためにね、そう外すためにですよね。そうなんです、分かってるんだけど10本取られる、うん、悪いことした気分、ね、うん、そうね、うん、いやいや大丈夫ですよ、国内のことは。でもなんかほら悪いこともしてないのに変な容疑をかけられて拘束されるとかあるじゃないですか、うん、あの外国やったら、うん、ね、そっちの方が帰ってこれないとかね、うん、そんなのは怖いですよ。何に比べたら大丈夫です。この頃ね、なんか若いあの高校生ぐらいが男の人が刺して博多駅で乗ったんですね。あ、そうですね。なんかね。治安悪い。久留米もなんか速攻で女性が刺されたものとかね。わかんないです。通りすがりにやられたらもうわかんないです。怖いですね。昔ほら幸せそうに見えた件ってから親子を殺した人もいたでしょ。あそこでね、うん、若い。でしかもその人、そうですね、その人まだ全然なんか悪いことしたっていうのがあんまり自覚がないってね。恐ろしか。恐ろしいね、うん、恐ろしいね、ねとか言って、ね、あでこれですね、あのこれだけでもあの41万7100円になってます、はい、なので一応ここに書いていただいたら、はい、そんなのありました、41万7100円、100円っていうのはこれの100円でかわいい、かわいい、はい、であのピップエレキマンは外しました、はい、ピップはうん、立ちを考えたらこれは5枚、うん、これは5枚、うん、すげえ、すげえ、おいちゃん、あざーす、ありがとうございます。1週間の成果ほんてやん、ね、これもあれやろ、うん、これで2つ100、うん、あ、それでさっきのコピーがあった方がいいですよね、いいですね、ありがとうございます、小じゅうとの分で ね本当です、こういう時に長男の夢を、あ、本当よ、長男の夢になっとってこうしました、させていただきました、トリブルです、うん、封筒買うの、あ、封筒家に取り替える、そうちゃんとこう、そうね、直で渡したので、うん、いやでも目の前に配って封筒に入れて渡す、だけど封筒がない、うん、それとも、そう、もう現金に分小払いする、うん、でも配るけどね、その後にどうするか一応持っとった方がいいね、うん、封筒はね、うん、で配った後は丸三ってできる？あま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 あ。できますか？けどさ、うん、何もしなくてやけ。そうだよね。うん。でそこもどうするか。時計してどうするか。わあ。これが一応書類になりまして、7000と41万。ちょっとごめんなさい、診察と休察がなんか入り混じっております、はい、13456789101112131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 
生日でもこんなになるね。落とさないようにしてくださいね。でこれはあのごく一部でしたからまだね。本当にまだこっちが。うん、あれなので。はい。じゃあ一応これで。はい。はい、ありがとうございます。ちょうど。じゃあ金賞調べしてあのこれがまた分かりましたら、はい、これも差し上げます。はい。しまらんけんいかんくない100円が。あ、これ俺。あ、じゃあこれを折りましょうか。すみません、これが私はね、A4 の大きなので印刷ちっちゃいので印刷開くわけです。
綺麗に入れたピンサツだけど汚したくない。性格出た、性格出たお姉さんうちはあれですか、あここもし何か必要でしたらどうぞ。あのどんな言葉でうちに気づいていていただけたんですか。もともと私ここのことを知ってて、でネットで私が調べて あるやんってなって、ハラマチあるやんと、うん、うち近所にある、歩いていけるよって。でそのじゃあその言葉自体はその春町七夜とかで計算される、うん、次は七夜、ああ七夜だ、七夜出てきて、あ、うん、あそれで、ああそこ、あそこに店あるやん、他のこの人数でこれだけ良くないみたいな感じでして、うんうんうん、あそうそう、それでですね、もしあのうちの方のなんかでこうあの Google に評価を入れとっていただくと、またちょっと、いやあのあれなんですよ、そういうこう口コミとかにあのでこうあの、うんうんうん、まああれですよ、あくまでもあのよく書いてくださいって意味じゃなくって、あのうちのお店のこう印象とかを書いておいていただくと、またそれでお客様が来ていただけるので、またさ高い査定をし続けることができますので、もしよろしかったら、はい、よろしくお願いしておきます。あの話が長いですが、いや食べなかった、よかったです、よかったです、楽しかった、よかったです、すいません本当長々と、いやいやこちらこそ、雑談の方が申し訳です。いえいえ、あのあれなんですよ、あの要はですね、質屋って警察の許可を得て仕事をしているので、ああ要はあのこういう結構金額あの物がある場合はほら、どなたと取引していいのかをちゃんと見ないといけないので、うん、ある程度お話聞かせていただいた方が、ああこれだったら全然ね、うん、あの取引してしあの心配しないといけない相手じゃないっていうのが分かるので、逆に言えば大丈夫、これで大丈夫です。じゃあちなみにこのポイント、はい、ああポイント、ポイント分かる、いいですよ、お姉さん、それと、ですね、これに登録していただくだけで 500ポイントプレゼント。あれならちょっとしようかね。はい、なので、今日は助手席だけ。じゃあこれをもらって、そうだ、もらっていったら家でゆっくりできるんですか。ボケとる、ボケとる。遠くてもいい。はい。取れました。同じ情報をゲットコード追加したらいいですか。はい、そうです。追加。はい、あ、じゃあこれで、あのさっきのポイントもついてて、あれで、こそしたらそれで500ポイント、あの。すごい。すごい。でここでやり取りできるんですか。あ、しますします、できます、あの要するにさ LINE で査定もできますし、あの要するにうちのお得な情報とかを1週間にいっぺんあのメルマガのように送らせていただいてます。あ、こちら別々どうぞどうぞ、あらら別々、はい、いいですよいいですよいいですよ、いいですよ、はい、大丈夫です、来た時に行くの私、なんかそっちの方がポイントが、じゃあいいよね、あげるよ、そうですか、さっきのポイントはこのお買い取りの分のポイントもついてます、いいよね、いいよ、あのさ、まだほら、まだ気、まだありますから、まだ先がありません。そう、慌てずや、慌てず、はい、ありがとうございました。いや、もう懐があったかくなるとね、嬉しくなりますよね、やっぱね。気持ちが今日穏やかだ。穏やか。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。どうぞどうぞ。お預けになった、ないです、はい、ではお名前